マリオットインターナショナルは世界各地でマリオットやリッツ・カールトンなど様々なブランドのホテルや宿泊施設の運営やフランチャイズを手掛けるメリーランド州に本部を置くアメリカが主衆国の多国籍企業2018年現在世界最大のホテルチェーンであるオーランドワールドセンターマリオットルネッサンス・メイフラワーホテル JW マリオット・ギャラクシー・マカオ・リッツ・カールトン モスクワアメリカにおいて禁酒法が施行されている1927年に J. ウィラードマリ、質の高い料理を提供した、この居酒屋は高い評判を呼び順調に業績を伸ばしていった。1937年には飛行機の機内食事業を開拓する。この機内食事業の誕生のきっかけは、1937年のある日マリオットが ワシントン DC 郊外のフーバー飛行場に隣接するホットショップで乗客が機内に持ち込む飲食物を買っていることに気づいたことによる第二次世界大戦後の民間航空の成長期には機内食事業が順調に業績を伸ばし1963年には10の空港と25の航空会社にサービスをするようになり1966年には海外進出を果たす 機内食事業開拓後も、大学や病院などの給食事業などのフード産業に進出するなど、事業範囲を拡大していく。1957年にはホテル事業に進出し、第1号となるホテルをバージニア州アーリントンに開業した。開業から10年後の1966年の時点では、わずか6軒だったホテルも1977年を境に急激に増やし、 1981年には100件目を突破するなど急成長した。急激に運営ホテルを増やした背景には、それまで巨額のローンが足かせとなって、ホテルの数を増やせずにいたが、一旦建設したホテルを投資家や外部企業に売却し、その投資家や外部企業との間に運営契約を結ぶという現在も続く手法に切り替えたことにある。 現在マリオットコーポレーションが運営するの多くのホテルは建物を所有する投資家や外部企業と運営会社であるマリオットコーポレーションとの契約で成り立っている。1967年にはホットショップからマリオットコーポレーションに称号を変更した。ホテル事業が拡大したマリオットコーポレーションは1989年にかつての中心事業だったレストラン、 機内一部門を売却し、ホテル運営事業専業の会社となった。1993年に分社化し、ホテル運営事業はマリオットインターナショナルとなる。1995年には、世界の主要、ホテルチェーン運用会社として、初めてウェブサイトでの予約システムの提供を始めた。同年4月に、ジョージア州アトランタに拠点を置く、高級ホテルチェーン運営会社の、 ガリッツ・カールトンの株式の49%を手に入れ、その後1998年には完全に参加に入れた。2001年9月11日に起きたアメリカ同時多発テロ事件では、ワールドトレードセンター内にあったホテルが崩壊したほか、その後旅行業を襲った不況によりグループ内再編を余儀なくされた。しかしその後経営効率化が進んだことで業績が好転し、 2010年代には AC ホテル、ゲイロードホテル、プロテアホテル、デルタホテル、ブルガリホテルズリゾーツなど次々と買収を進める。2015年11月16日に同業で同じくアメリカに本拠を置くスターウッドホテルズリゾーツワールドワイドを買収することで合意したと発表した。買収総額は約122億ドル。2016年4月に 両社の株主総会で承認され、ホテル数は計5500余りとなり、客室数は世界で110万室。これにより、世界最大のホテル企業が誕生した。2019年2月13日に、これまでのマリオット向け、マリオットリワード、リッツ・カールトン向け、ザ・リッツ・カールトンリワード、スターウッド向け、SPG を統合したシンドリアリティプログラム、マリオット・ボンボイを開始した。 これと同時に、2つの上位エリートランクが更新され、年間75泊以上の旧プラチナプレミアエリートは、シタンエリート、そして年間100泊以上の宿泊かつ、年間2万ドル以上の支払いを行った会員に、付与される旧アンバサダープラチナプレミアエリートは、アンバサダーエリートに変更される。マリオットインターナショナルは、スターウッドホテルズリゾーツワールドワイドを合併後、 ブランドをクラシックとディスティンクティブブランドに分類。また、サービスのレベルに区分、短期滞在型と長期滞在型の滞在期間に応じたコンセプトを区別した。ラグジュアリー最高級クラスのホテルブランド。クラシックラグジュアリーディスティンクティブラグジュアリープレミアム、高級クラスホテルのブランド。クラシックプレミアムディスティンクティブプレミアム、セレクトセレクトサービスによる 中高級ホテルのブランド。クラシックセレクトディスティンクティブセレクト長期、滞在型長期滞在者向けのフルサービスホテルブランド。クラシック長期滞在ディスティンクティブ長期、滞在コレクション個性豊かな高級ホテル等のブランド。1998年に参加に入る。マリオットインターナショナルから独立した運営を取っているが、宿泊や飲食などの利用で、 マリオットポイントの獲得が可能であるなど参加ブランドの一つとして扱われている。カテゴリーはラグジュアリー。マリオットインターナショナルはシェラトンやウェスティン、セントレジスなどのホテルブランドを運営するスターウッドホテルリゾートの買収手続きを2016年9月23日に完了し参加に入れた。これによりマリオットインターナショナルは30のホテルブランド 110カ国で5700件のホテル、110万の客室を要する世界最大のホテルチェーンとなった。ホテルブランドの統合などは行われていないが、地域オフィスの統合や、マリオットリワードポイントの相互加算などが行われている。マリオットインターナショナルのグローバル、セールスオフィスが、東京都港区新橋と渋谷区恵比寿に置かれており、日本国内における参加ホテルのセールスや、 マーケティングなどの業務を行っている。現在日本国内で展開している参加ホテルは下記の通りである。スターウッドホテルリゾートの施設については、スターウッドホテルリゾートにおいても記載あり、ありがとうございます。